どうもしゅんです。こんにちは。この動画はですね、冥界に行きたいと思っている人やこれからエントリーシートを書こうと思っている人におすすめの動画です。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。ということで今回はですね、大手メーカー内定者の川崎さんにお越しいただきました。川崎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ川崎さん、簡単なご経歴をお願いします。はい、東北大学大学院を卒業しまして、現在大手メーカーの1年目で勤務しています。ありがとうございます。今回はですね、川崎さんが実際に、受かったエントリーシートを公開していただくっていうのと、そのエントリーシートで気をつけたことをお話しいただこうというふうに思っております。ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。あなたの研究内容を紹介してくださいということで、2000字ぐらいの文字数になっています。どういう意図でこの質問があって、どういうところに気をつけて回答したとかってありますか？研究ですので、数字で論理的に説明するっていうところが重要だと考えていまして、結果の話をするときにどれぐらい改善したか、その改善をもってどのように研究に貢献したかっていうところを具体的に説明するようにしていました。理系ってやっぱこういう感じなんですね。理系の場合は研究が聞かれると思った方がいいと思います。数字を意識するっていうところが1個ポイントとして挙げていただいたんですけど、他にありますか？はい、できるだけ専門用語を使わずに誰にでも分かりやすいように説明するっていうことを心がけてました。どういう職種で働いてるんでしたっけ？今はモーターの電気関係の設計なんですね。じゃあ結構学生時代に研究してたことが生きてたりするんですか？はい、その逆で全く生きてないんですよ。あ、そうなんですね。全く生きてなくて、はい、なのでそこを突っ込まれたらどうしようかなっていうのも前もって考えていましたね。例えばどういうふうに突っ込まれるんですか？今やってる研究と事業内容がだいぶ乖離があるけど、そこについてはどうみたいな感じで聞かれてましたね。乖離あって大丈夫ですかって聞かれて、なんで答えたんですか？その時々で自分がやりたいものに向かっていって、これまでもステージごとに結果を出していたので、分野が違ったとしても利益を生み出すことができると思いますっていうふうに答えてましたね。面接の時に聞かれてそれを言うっていう感じですか？そうですね。なるほど。じゃあ ES であえて落とし穴を作っておいて、はい、聞かれること分かっていて面接に臨んでいたっていうことですか？はい、そうですね。もうここは聞かれるだろうなっていうところを何個かピックアップしていくっていうところも結構大事なことだと思ってます。他に ES で気をつけたことがあってありますか？軸を一本決めようと思っていて、まず ES を書く前にどういう ES を書くかとか、どういう自分を売っていくかっていう一言を決めてましたね。川崎さんの場合は何だったんですか、一言で？僕は目標に向かって粘り強く取り組める人だと思っているので、そこを押していこうと思ってました。めちゃくちゃ重要な要素だと思うんですけど、そういう人って山ほど就活生にいると思っていて、それの中で何が違ったから受かったとかってありますか？2つあると思っていて、1つは僕が大学時代に結構な大病をしまして、その時にすごく挑戦しなかったこととか、何か新しいことを始めてもすぐにこうやめてしまったりっていう気持ちの弱い面もあったんですけど、それをすごく後悔しまして、一度死にかけたっていう他の人にはない圧倒的な経験があるので、そこの熱意と、あとそれを伝えようとする姿勢っていうのがおそらく評価されたんじゃないかなと思います。粘り強く頑張るっていう根拠が示せてたっていうことですね。はい、そうですね。2個目3個目の ES の内容で、その会社で実現したいことっていうどこに気をつけて書きましたか？社員さんと話したっていう実体験をしっかり盛り込んで、自分にしかない ES を作るようにしました。どういう感じで書いたんですか？ES を出す前に工場見学があるんですけど、その時にその段階で希望してた部署の先輩とお話をする機会があったんですけれども、粘り強く常に挑戦するっていう姿勢を貫きたいと思っていたんですが、それができる環境があるっていうことをその人の話で実感することができたので、そういう話を盛り込んでいます。なるほど。で、実際に会ったっていう事実と、そこから学んだこととか感じたことを書いたっていう感じで、そうですね、行った人にしか書けないものだと思うので、そういうふうに書いていましたね。なるほど。 ES 書く段階の前に、もう応用文とかをしてたっていうことですね。そうですね。何人ぐらいだったんですか？その時は5人ぐらいに会いまして、
どうしても東北から東京に出るのって結構お金がかかるので、うん、何人も会うっていうのは結構難しかったんですけれども、まあ、大学の OB の方であったりと連絡を取ってわずかながらお話をさせていただきました。え、何で会ってました？抹茶とか。その会社の、まあ、別部署ではあるけど大学の先輩っていうのの人がサークルとか部活とかを通じて、連絡を取ることができて、うん、そこから繋がっていったっていう。なるほど。ガチの OB の人に当たったってことですね。そうですね。志望動機はメーカーに関わらずいろんな業界の ES で絶対書かなきゃいけない要素の一つだと思うんですけど、はい、志望動機で何か気をつけたこととかってありますか？志望動機はものづくりをするときにどういうものを作ったら、うん、ワクワクするかなっていうのを考えてましたね。でその結果鉄道車両を作りたいっていうふうに決めて、うん、そこを軸に志望動機を考えてたって感じ。鉄道好きなんですね。そうですね、小さい頃に祖父に鉄道店によく連れてってもらったりして、うん、そういう経験もあってちょっと鉄道を見るとワクワクするとか、うん、鉄道に乗って旅をするのが好きだったりとか、あ、こういうところでワクワクするなっていうのを思って鉄道車両っていう風に進みましたね。鉄道に関わる会社とか、はい、山ほどあると思うんですけど、はい、その中で、はい、なんでそこなんですかって言われた時に、はい、OB 訪問以外の理由とかってありました？2つありまして、はい、1つはその会社でしか作ってない車両っていうものがあるんですね。へー。もう1つは会社の敷地内で試験ができるっていうところを OB 訪問の時に聞いていたので、うん、まあ、その2点の理由からここしかないなってなりましたね。川崎さんなり そのメーカーに行きたい人の ES で最も大切なこととかってどういうことだと思ってますか？一番大事なところはメーカーっていうのはものづくりの会社なので、そのものづくりにどういう思いがあるかっていうのを少しでも盛り込んでおくっていうところが大事だと思ってます、うん、そのものづくりっていうのは会社に合ってなくても大丈夫なんですか？そうですね、僕はそういうふうに捉えてました、うん、なので今いる会社だけではなくて他のメーカーでもそういうスタンスを持って取り組んでいったっていう感じです、ね、うん、メーカーの人ってやっぱものづくりが好きっていう人がやっぱり多いですかね？そうですね、今いる上司は工場見学に行って油まみれで大きなものを作ってるっていうところを見て、もうここだっていう思いがあって入社したって話してたんで、うん、そういう人は身近に多いかもしれないですね。なるほどね。油まみれでなんかものづくりをしている姿勢とか一生懸命な泥臭い姿に感銘を受けたっていうことですか？はいはい、そうですね。地方就活生だったわけじゃないですか、はい、でそこで学生期待企業ランキング上位のメーカーの企業さんに入社されて、うん、カメラの向こう側の地方学生とか、はい、同じような境遇の方にアドバイスというか、はい、があったら教えていただきたいなって思います。地方から東京に出てくるときってやはり交通費が結構かかると思うんですよ、うん、時間も限られてますって言った中で1回の状況でどれだけ多くの就活に関する経験ができるかを大切にしてもいいかなと思ってます、うんうん、お金払ったから回収しようっていう姿勢が大事っていう、はい、そうですね僕はもう夜行バスでもやっぱり結構かかりますし、東京に来たからには OB の方と会ったり、まあ、自分の気になってる企業に足を運んでみたりっていうところもやっていくといいかなと思います、うんうん、ありがとうございます。これからメーカーを受けたい学生さんとか、まあ、メーカーじゃなくてもこれからエントリーシートであったり本選考に進む方はこの動画少しでも参考になったら嬉しいです。本日は川崎さんありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。